1992年に廃校。なお、松竹音楽舞踏学校とよくご期される。余歌、本科研究科の3年生だったが、後に2年生に変更された。毎年2月頃に試験があった。1950年代には、宝塚歌劇団よりも、収入等の面で、劇団員の待遇がよく、 学費無料に加え受験制限も緩やかなものだったため、約20から30倍という、極めて高い倍率を誇った。1952年は58名の合格者に対し1850名の受験者がいた。1933年、松竹少女歌劇団の劇団員養成機関として新設。設立当初の校名は、松竹少女歌劇学校。 1950年に小畜音楽舞踊学校に改称した。SKD 入団にあたり試験があり、1960年の賠償知恵子以降、毎年の主席入団者は、東京踊りで、古敵隊の指揮者の座を与えられるようになった。1963年からは、SKD の声楽を強化するため、3年生の 声学科と一年生の特別声学科が設けられた。やがて衰退し、1972年には主眼者が初めて100人を割り込んだ。1990年で SKD はレビュー公演を取りやめ、ミュージカル劇団への再編を図るため組織を一新した。これに伴い、舞踊学校も1992年に廃校となった。ありがとうございます。